はい、こんにちは、116ウィンズです。今週の MLB で最も衝撃、そしてショッキングだったニュースといえば、ブレイブスのロナルド・アクーニャ・ジュニアの怪我ですよね。現地5月26日に行われたパイレーツ戦でセカンドランナーだったアクーニャが、おそらく三塁盗塁するフリだったんだと思いますけれども、その際に膝を痛めてしまって動けなくなってしまい、そのまま負傷交代になってしまったと。試合後の本人の話だと、2021年夏に右膝の前十字靭帯を断裂した時のような感じではないと話していましたので、見た目ほどにひどいことにはならなかったのかなと安心したのもつかの間、検査の結果左膝前十字靭帯の完全断裂だったとチームから発表がありまして、今季の残りシーズンを全休することとなってしまいました。先ほども触れた通り、アクーニャは3年前の2021年に右膝前十字靭帯を断裂しているわけですが、今度は左膝と。昨年完全復活を印象付けただけに、再度の大怪我にはブレイブスファンでなくとも、こんなことってないよなと思ってしまいました。2021年に右膝前十字靭帯を断裂し、復帰後の2022年はその影響もあってかアクーニャ比では低調なシーズンに終わってしまったんですが、しかし昨年はアクーニャらしい、むしろさらにレベルアップした姿を見せたんじゃないかとも思ったようなシーズン。159試合に出場し、打率3割3分7厘、ホームラン41本、 WRC プラス170、ベースボールレファレンスサースのウィザーオリプレイスメントで 8.2 とキャリア最高の1年を送りまして、さらにルール変更という追い風があったとはいえ、73盗塁も記録したことで前人未到の40ホーマー70盗塁を達成。膝の怪我以降は自慢のスピードが落ちてしまったものの、盗塁数に関してはそれを全く感じさせない内容でした。 MVP 受賞も納得ですよね。今季は怪我の時点で OPS 7割1分6厘とスロースタートでしたが、4月と比べてそこは出した感もあり、これから夏に向けてどんどん成績を上げていくだろうと思った矢先にこの大怪我と、本当にシンプルに悲しいです。最初の膝の怪我の時は7月に怪我して、翌年4月末に MLB に戻ることができましたんで、今後のリハビリが順調に進み、同じタイムテーブルなら来年の開幕に間に合うかもしれないくらい。リハビリに関して万全を期したとしても、来年5月までには戻ってくるんじゃないかと期待していますが、しかし懸念されるのはどんな姿で戻ってくるかですよね。2021年の怪我によってスプリントスピードが大幅にダウン。具体的には2021年には MLB 上位 3% だったのが、昨年上位 33% にまでダウンしているわけですが、今回両膝に爆弾を抱えてしまったことで、さらなるスピードダウンは避けられないんじゃないのかなと。ただでさえ指標上は平均以下のライト守備も、本人の体への負担も考えますと、今後は DH 併用もかなり視野に入れないといけないでしょうし、両膝に不安があることでバッティングにも悪影響を及ばさないかは心配されるところです。アクーニャも来年が27歳のシーズンと、徐々に年齢的なピークが近づきつつありますので、今後のキャリアに関しては決して楽観視はできないかなと。もちろんアクーニャほどの才能を持つ選手ですし、一度目の膝の怪我からあのような形で完全復活しているわけでもありますので、またそうなってほしいとは願いつつも、これからどうなっちゃうんだろうかというのが率直に思ったところです。そしてもっと短期的な話として、ブレーブスがアクーニャの穴をどうするかですよね。2021年にアクーニャが怪我した際には、そもそもとしてチーム状況も微妙でしたが、諦めずに外野補強を敢行し、結果連れてきたロザリオ、ピーダーソン、ソレア、デュバルの全員が活躍してのワールドチャンピオン。今回も同じように外野補強に出るのか。前回アクーニャが怪我したのは7月とトレードデッドライン間近の時期で、かつ当時のブレイブスはオズナの DV 問題もありましたんで、まともな外野レギュラーがいなくなってしまったことからすぐに動く必要がありましたが、今回は5月とまだデッドラインは先、トレード市場に誰が出てくるかも固まっていないことから、当面はハリス、ケルニック、デュバルの外野陣でしのぐとは思います。ただ地区内ではここまで好調のフィリーズが徐々にブレイブスとのゲーム差を広げつつあり、かつプレーオフも見据えますと、現状の3人のままというのもやや物足りなさはあり、トレードデッドラインまでに何らかの補強を行う可能性は高いのではないのかなと。ただブレイブスが一方でどこまで大きく動けるかは不透明なところもあります。一つはお金の問題。ブレイブスの贅沢税計算上のペイロールはファングラスの試算によれば2億7000万ドル程度とされ、チーム史上歴代最高値なわけですが、課税割合がさらに上がり、かつ翌年の最上位ドラフト指名権の順位が10個下がるペナルティを受ける2億7700万ドルのラインにも迫りつつあります。昨年オフのブレイブスがクリエイティブな形で補強を行っていたのも贅沢税が影響していたと考えられ、まあ世界一を目指すチームですので、必要とあれば2億7700万ドルのラインを超えてくるんでしょうが、超えずに済むならそれに越したこともないと。外野補強をするにしても年俸が安めの選手の方が望ましいでしょうか。2つ目にはブレイブスのマイナーシステムの問題。一般的に現状のブレイブスのマイナーは MLB でも下位に部類されるとされ、他球団よりかはトレードの面ではやや不利かもなと。現実的にどこまでのクラスの選手なら手が届くかは市場の動きですとか、ブレイブスがどのクラスのプロスペクトまで手放す覚悟があるかによっても変わってきそうでありますが、お金と使えるプロスペクトの問題に関しては頭に入れなければいけません。そういったところも踏まえながら、ブレイブスがトレードで狙いそうな外野手をハリス、ケルニックと左の外野手がすでに2人いますので、右打ちで
年俸もそこまで高くはない選手を夏に売り手に回る可能性があるチームからピックアップしてみますと、こんな感じでしょうか。完全にオールインする姿勢で何が何でも大物選手を連れてくるつもりなのであれば、現在怪我で離脱中ですが、夏までに復帰する前提でホワイトソックスのルイス・ロバート・ジュニア、昨年 MVP 投票12位に入るなど健康なる高いレベルの活躍に期待ができます。あとは今季絶不調ですが、2021年以降毎年 WRC プラス120以上を記録し、チームに勢いをもたらすスター性も魅力なレイズのランディ・アロザレーナですとか、攻守にバランスの取れたエンゼルスのテイラー・ウォード、長打力が魅力なアセチックスのブレント・ルッカーあたりはインパクトある補強にはなるかなと。全員来季以降も保有できまして、ロバートとルッカーが来季以降最長3年、アロザレーナとウォードが2年となり、そこも魅力ですが、裏を返せば契約も含めて彼らは価値が高く、獲得のハードルはかなり高そうかなと。トレードにあたっては AJ スミス・ショーバーらブレイブス参加上位のプロスペクト、最低でも数人の放出が前提にはなるでしょうし、それでも足りない可能性は大いにありそうと。本調子に戻ると信じることができるのであれば、アロザレーナなんかはプレーオフにも滅法強いですし、世界一を目指すブレイブスがまさに必要としている存在には見えますけどね。割と現実的な対価で済みそうな契約が今季限りの選手で見ていきますと、出塁能力に定評のあるタイガースのマーク・キャナー、左投手に確かな強さを見せ、昨年のプレーオフでの活躍も印象的なホワイトソックスのトミー・ファムあたりはいい候補かなと。あとはもう一人大穴みたいな感じでありますけれども、今回考えながら2021年のブレイブスがやったようにバウンスバックへの期待込みで対価的にも安く済みそうな選択肢に思ったのがオリオールズのオースティン・ヘイズ。怪我や体調不良もありまして、今季の WRC プラスたったの24のヘイズをどこまで信用していいかともかく、昨年オールスターに選出されるなど近年平均以上のレギュラーとして活躍した実績はあり、かつオリオールズも外野の有望株が多数控え、現状だとオフにノンテンダーまっしぐらのヘイズの枠をいつまでも遊ばせておくわけにもいかないでしょうから、比較的安く手に入れることはできるでしょうか。こんな感じでトレードで狙いそうな選手をちょっと考えてみたりもしましたが、ブレイブスが夏までにどんな答えを出すのか。昨年ほどでは当然ないにしても、アクーニャが本調子でなくともブレイブスはリーグでも上位レベルの攻撃陣は誇るわけですし、外野の補強はほどほどにして他のポジションの補強に動くという考えも当然あるでしょう。例えば先発陣、ストライダーを失った先発陣は現状セールやロペスの予想以上の活躍に助けられていますが、彼らとフリードを含めた3人以降にも不安を抱えていますので、こちらも本当だったら補強したいところですし、そちらに力を入れるのか、もう少しシーズンが進んでくればトレード市場がどうなってくるのか、ブレイブスがどこに力を入れて補強したいのかが見えてくるでしょうが、ブレイブス編成トップのアレックス・アンソポロスはどんな決断を下すのでしょうかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。